今これからね戻ってるところなんですけど、今日はお客さんのところで話させて、いろいろお話を聞かせていただいた中で、まあ、その方とはよくねこう配達行った時に話をさせていただいて、まあ、1時間とかぐらいいつもお邪魔していることが多いんですけれども、まあ、目に見えないこととかねそういうことも、信じてるというかそういう理解もすごくある方で、もともとはこう見えないものは信じないっていうようなこう理論的な方だったみたいなんですけど、まあ、その近く身近な方が友達とか知り合いの方がそういう霊能者とか霊能者というか、まあ、見えないものが見えるとかそういう方もいらっしゃるみたいで、そういう方の話を聞くうちにそういう見えないことも信じるようになってきたっていうか認めるようになってきたそうなんですね。で、まあ、いろいろ話聞いてると学びになるんですけれども、例えば今日お聞きしたのは、ご先祖様の、お墓をですね、まあ、そのこちらの、まあ、人間の都合というのか、都合でその、ご夫婦であれば例えば それぞれの、ね、何々家ってあると思うんですけど、それを、まあ、こちらの、勝手に都合で、一つにしてしまうっていうのはなんか良くないとかね、そういうのってあるんだなっていうふうに、まあ、僕もそこら辺は詳しくないのでわからないんですけど、まあ、その一つにするのは良くないっていうことも言われてるそうなんですね。でまとめてしまうということですよね。つまりそっちの方が、まあ、手軽にも一つあちこち行かなくてもいいからっていうようなこともこちらの都合っていうのもあると思うんですけど、それをするとやっぱご先祖様があまりこう良く思わないとかいうのがあるみたいなんですよね。で、まあ、その方がおっしゃるには近くの知り合いの方がそういうふうに、したと、そしたら、その奥さんの方がですねちょっと体調悪くして痛みが出て、いろんなところに痛みが出て、良くないと調子が良くないっていうようなことが起こってきてるそうなんですね。まあ、それを一概にですね、そのせいだっていうことはまあ言い切れないわけですよね、もちろんね。ただ、まあ、そういうのもやっぱあるのかなっていうのは感じるんですよね。でその話を聞いて、まあ、ふと思ったのが、日本のねその大地っていうのも、まあ、いろんなこう神社仏閣っていうのが建てられているわけです。でこれっていうのは本当はですね全て、まあ、意味があって作られている、建てられているんですね、その場所場所に。で昔の陰陽師たちが、地脈っていうのを見て、でその地脈に沿って例えばこう神社に要石っていうのを置いていって、地脈をこうの流れを整えるっていうのか、そういう役割があって全国各地に神社っていうのが建てられていったわけです。まあ、それだけじゃないんですけれども、ただその地脈に沿って、意味のある場所に建てられてるっていうことですよね。なのでそれを明治維新になってから、その神仏習合っていうことで、神社をですねその廃仏毀釈が起こったり、その神社を統一していったりっていうことが起こったわけです。で、まあ、国家神道になっていくわけですけれども、結局その神社、いろいろあちこちある神社をその人間の都合でもうまとめてしまえっていうことで、一つのねその地区の中心の神社に全部摂社、まとめてしまったと。でそれを摂社末社っていうことで、まあ、神社の中にいろんなこう境内が社殿が建っていると思うんですよね。でそれは摂社末社っていうことでこう祀られているわけです。でそれはそのかつてのいろんなところにあった神社をまとめたことになるわけですよね。まとめた名残なわけですよね。だから本来はそれは人間の勝手な都合でしているわけで、もともとはその地脈に沿って建てられていたわけですから、それを、まとめてしまうっていうのは本当はね、良くないんですよ。日本のその大地の地脈の乱れを招くわけです。でそれによって地震とか災害っていうのが、まあ、起こりやすくなるっていうようなことも言われてるわけです。で実際僕自身も、まあ、そういうことはあるだろうなと思うんですけれども、そういうのがあって明治維新になってから結局どんどん神社っていうのが統廃合されて、一つの、大きな中心の神社に、そのまとめられたりしていったわけですよね。だから本来はすべきではなかったと。でそれに反対したのが南方熊楠でしたっけ、すみません、ちょっとね、南方
って、あの南方熊楠、南方熊楠かな、すいませんちょっと今忘れてしまいましたけど、和歌山の出身の方で、僕も和歌山は 何とか行ってるんですけども、そこにあの、その、熊楠の記念館っていうのがあって、そこにも一度訪れたことがあるんですけど、その粘菌とか細菌の研究で有名な方で、まあ、それ以外にもあの非常にこう博学でですね、いろんな知識を持っておられて、学びをされてて、で外国にも行って、外国の方でもすごく有名な方だったんですよね。で、まあ、その方がその神仏集合、あの要は神社をまとめていくのに非常にこう反対したっていうのもあるわけです。だから本当は、まあ、僕ら あの人間の、ね、都合でまとめてしまえっていうことだったんですけど、まあ、それも本来は意味があってされてたことなんですよね。だから昔の地名とかも今どんどんこう統廃合されてまとまってきてますけど、それも本といえば、地名の名称とか、意味が全てあって、その由来があって作られているわけですよね。だからそれがなくなっていくっていうのも、まあ、ある意味、人間の都合で、まあ、合理化っていうかね、合理主義が招いた弊害なわけですよね。だから全部が全部ね、合理化すればいいっていうものではないということですよね。そこには大事な、何かが失われてしまっていると、で大事な何かを傷つけてしまっていることもあるということでしょうね。まあ、そのさっきのお墓のことにしてもそうですし、まあ、神社の統廃合にしてもそうですし、そういうあの手を触れてはいけない領域っていうのはやっぱあると思うんですよね。でそこに手を触れてしまうと、何か悪いことが実際起こってしまったりっていうのはね、やっぱり、僕ら人間っていうのは一人で生きてるわけではないですから。はい、ということで、あのちょっとね途切れてしまいましたけれども、まあ、そういうことなんですよね。手を触れてはいけない部分っていうのがやっぱりあって、で特に見えない部分っていうのは、まあ、あの僕らわからないですから、ただやっぱり昔から、伝わってる言い伝えとか風習とかそういうの中でやっぱり犯してはいけない部分っていうのは、あると思うんですよね。だからそこに手を触れてはいけない、そこに手を触れると、何かよからぬことが、起こってしまう可能性もあると。だから、まあ、そこら辺はちょっとね知ってなきゃいけないというか難しい部分もあるんですけれども、そういうところも大事にしながらですね、で、まあ、効率化っていうのもねしていくところはしていってっていうことだと思うんですよね。だから結局その人間一人、僕ら一人で生きてるわけではないっていうことをさっき言いましたけども、一人で生きてるわけではないわけです。で見えない部分の方が圧倒的に多いんですよね。だから見えない部分の方が圧倒的に影響があるというか、影響を受けて僕たちは生かされているんだっていうことですよね。そのことに、まあ、気づいて、で日々感謝して生きていく、これがいいのかなと思うんですよね。まあ、だからそのご先祖様のこととかお墓のこととかっていうのもね、やっぱりその無知ではいけないのかなっていうふうに思うんですよね。ある程度常識として知っとかなきゃいけないこともあるだろうし、犯してはいけない部分っていうのも